おい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 、やっとジャイアンツのキャンプの振り分け決まったんで、ちょっとね、今回の動画ではなんでこの選手が二軍なんやとか、一軍なんやとか、この選手は期待できるなとか、そういったとこを含めて、ちょっとね、一軍、二軍、三軍、故障班を見ていきたい。メンバーの振り分けを見ていきたいというふうに思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでですね、今年中、2024年中にですね、チャンネル登録者数5万人。500人いっちゃうよ。5万人をね、目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、今日もやっていこうかなというふうに思ってるんですけども、今日はですね、まあ2月1日からもうキャンプが始まるというところで、野球ファンの方々はね、すごくワクワクしている時期ではないかなというふうに思うんですが、まあね、もうあと1週間、10日ぐらいで、まあキャンプが始まるというところで、各球団ね、1軍、2軍、3軍みたいなところの振り分けがどんどん、随時ね、されてるわけですけども、今日はですね、本当に先ほどですね、ジャイアンツのキャンプの振り分けというところが出ましたんで、サイトに公開されましたんで、ちょっとね、それについて、一緒にね、皆さんと一緒に見ていきたいというふうに思っております。じゃあ、早速ね、まず1軍の方から、見ていきたいと思います。今日なんですけども、いつもね、ホワイトボードを使って発信させていただいていると思うんですけども、あまりにもね、先週、が多いので、書ききれないというところで、こういった感じでね、動画のスタイル変えさせていただいてますと。じゃあ早速一軍の方から見ていきたいと思います。まず、一軍ね、ピッチャー陣から見ていきたいというふうに思うんですが、まあやっぱり、まあ、おおよそというか、今回ね、見てて、振り分け見てて、ああ、まあ、大体こういう感じでやってるんやろうなっていうふうに思うのは、やはり新人の選手であったりとか、新戦力っていうのは、大体の人は一軍の、メンバーに選ばれてます。その理由としてはですね、やはり、まあ、安倍監督自身がね、自分の目でその選手の実力を見極めたいっていうところがあるので、新人の選手であったりとか、新戦力っていうのは一軍に、入ってることが、とても多いですね。で、まあ一概に全部とは言わないんですけども、まあその実力があるというか、まあある程度こう一軍でやったことがあるとか、まあベテランの選手っていうのは二軍にいることが多いんじゃないかなっていうふうに、まあ全体の印象的にね、思います。じゃあちょっとね、まずピッチャー陣、一軍のピッチャー陣から見ていきたいというふうに思うんですけども、まあ、まあ大勢ね、西立っていうとこですね。まずね。まあ、新人のイットライチの選手ね。で、まあ、大勢は、まあ、どこまで肘が治ってきてるかっていうところね。やはり、守護神が抜けられると相当困るので、大勢ね。まあ、キャンプがしっかりやってもらいたいなというふうに思います。まあ、西立投手もまあ、ドライチでね、まあ、期待されてると思うんですけども、まあ、焦らずやっていってほしいなというふうに思います。で、まあ、菅野さん、いおり、東郷、高橋礼。高校も高橋礼っていうのも、まあ、あれですね。トレードで獲得した選手ですね。安倍さんは、先発起用というふうに明言してます。で、まあ、グリフィン。で、近藤投手ね。これ、中継ぎの、まあ、オリックスから来た、金銭トレードで来た近藤投手ね。非常に球が強いというところで、ちなみになんですけども、大勢投手と同じ自主トレをやってます。同じ。グループというかね、同じ自主トレ、トレーナーの方についてもらってやってるそうです。で、赤星ですね。まあ、まあ、非常に後半戦、まあ、岸田捕手とね、組んで、後半5勝したというところがありましたんで、まあ、それを実績も含めて、一軍っていうところですね。で、ケラーね。まあ、阪神から取ってきました、ケラー。うん。まあ、新戦力やっぱ多いですよね、見ててもね。で、馬場投手ね。馬場投手も。
非常にね、まあ阪神ではなかなか、勝利とか、勝利パターンというかね、勝ちパターンでは投げれなかったかもしれないけど、まあ非常にね、多彩な変化球とまっすぐも強いというところで、いいピッチャーだなというふうに、個人的には思ってます。で、中川さんで、また木哲平も、これ新人ですね。で、森田も新人。で、このピッチャー、田中、は、まあ、先発でやりたいというふうに自身では言ってましたけども、まあおそらくこのメンツを見た感じでは、まあ安倍さんは中継ぎで考えてるんちゃうかなっていうふうに思います。で、バルドナード、船場様。で、泉。これも、ね、楽天じゃない、ソフトバンクから取った選手ですね。で、メンデス。で、こっからですね、ピッチャー、堀田健心。ウィンターリーグでもね、非常に157キロ出せたっていうところがあるんで、まあ非常に期待、されてるのかなというふうに思います。まあ、年を言うとね、まあやっぱりこう、ね、大卒1年目の子が、西舘と同級生だと思うんですけども、やはりね、そういったところで、比較されてくるんでね、高卒の子は4年間はね、同年代の子と比較はされないんですけども、やっぱり、あの、4年目以降はですね、その同じ同級生の人と比べて、行かれるんで、そこでね、堀田健心と、まあ、西舘というところで、大学でやってきた4年間なのか、プロでやってきた4年間なのかっていうところを比較されるんで、堀田もね、今年が結構、勝負の年になってくるんちゃうかなというふうに思います。で、菊池は、まあ、去年ね、ブレイクしましたと。で、次、野手ちょっと見ていきたいんですけども、野手はですね、まあ、大城さん、まあ、キャッチャーからいきたいんですけども、まあ、大城さん、雪のり、山瀬というふうになってます。まあ、若いというか、まあ、あの、大城岸田はわかるんですけども、まあ、山瀬というところで、非常にこう、ファームでも力をつけてきてるっていう、話はすごく聞きますから、そこでね、守備だけではなく、肩だけではなくて、バッティングも、相当向上してるっていうふうに、聞いてますから、そういったところでの一軍抜擢、まあ、安倍さんが見たいっていうところもあるんじゃないかなというふうに思います。で、内野手なんですけども、まあ、湯浅もね、非常にこう、安倍さんのコメントなんかを聞いてると、非常に期待されてる、のでね、守備と走塁というところは、天下一品だなというふうに僕もね、同期入団で思ってるので、非常に頑張ってもらいたいなというふうに思います。で、直樹さん、で、門脇、で、坂本さん、で、和馬、で、これ、伊豆口選手っていうのもドラフトで入ってきた、選手ですよね。はい、非常にね、動画なんか見てると、ああ、うまいなと。いうふうに思いましたんで、あの、ゲルシーチャンネルでね、よく見てたんですが、非常にいいグラブさばきしてるし、いい選手だな、守備が上手いなというふうに思うので、まあ一軍抜擢、まあ見たいっていうところだと思うんですが、そこもね、まあ湯浅とか、そういったところとどう戦っていくかと思います。で、中山のね、トレーナーをね、安さん、片岡安さんと同じトレーナーさんをつけて、まあ盗塁もね、していきたいというところがあったんで、まあ、門脇選手であったりとか他の選手との、まあ、差別化っていうところを図ってるんちゃうかなというふうに思います。で、秋広は内野手の登録なんかな？まあ、でも外野も、まあ、レフトの、最有力候補なんで、そこをね、まあ、なんか、これ、さっき記事で見ましたけども、遅刻癖があるみたいな感じで言ってたんで、そこはね、ジャイアンツタイムとかね、いろいろあるんで、まあ、ジャイアンツは、まあ、だいたい30分前ぐらいにはもうみんな集まってる感じではあるので、そこは、秋広選手ね、やっぱ遅刻っていうのはあまりよろしくないというか、全然良くないので、そこはしっかりしてもらいたいなというふうに思います。まあ、実力はあると思うので、そういった私生活のところっていうところで足元救われてしまうとね、非常にもったいないので、そこも含めて、まあ、朝キャンプ、キャンプ早いと思うんですよ、朝ね。なんですけども、しっかり起きてね、頑張ってもらいたいなというふうに思います。で、ウレーニャね。まあ、ウレーニャも、まあ、期待されてるというか、まあ、レフトの、候補だと言われてるんで、そういったところでね、非常に、まあ、一軍スタートというところで、まあ、そこからどうなっていくかっていうところですね。で、外野見ていくと、まあ、長野さん、丸さん、萩尾、岡田、佐々木、聖也さんっていうところで、まあ、まあ、実力者が集まってるなっていう感じで、うん、なんて言うんだろう。まあ、一軍にいるから、一軍、まあ、期待はされてると思うんですけど、一軍の選手はね、みんな期待されてるんですけど、まあ、一軍にいるから、二軍にいるから、もう開幕一軍無理とか、そんなことはないので、うん。そこはね、まあ、アピール次第だと思うんですけども、まあ、現状ね、外野手は、この、6名というところで、行くと。まあ、秋広選手もプロして7名ぐらいね、ウレーニャもまあ、外野っぽいんで8名かな、っていうところで、一軍は、なっておりますと。
で、次ちょっと2軍見ていきたいんですけど、まあ2軍のね、まずピッチャーからなんですけど、まあ今村さん、鈴木投手、畑さん、高梨さん、まあ直江と。まあ直江もね、まあ1、もしかしたら1軍かなっていうふうに思ったんですけど、まあちょっとね、2軍からのスタートというところですね。で、勇気に関しても、まあ、あの2軍ですね。で、僕これ驚いたんですけども、横側が2軍っていうのがね、ちょっと、あれ、まあ、その実力で漏れたってわけじゃなくて、多分おそらく新人のピッチャーみたいというところで、まあ、枠の、関係もあって2軍なのかなというふうに思いました。で、大江、平内、白木、で、山田、松井。この松井っていうのをね、僕非常に期待してるんで、頑張ってもらいたいなというふうに思うんですけども、これに関しても、実力はあるっていうふうに評価されてると思うんですけども、まあ枠の問題ですよね。多分、新人の選手が、ピッチャーね、全員いってるっていうところで、まあ2軍スタートっていうところですかね。で、ハルトに関しても、まあ、これもね、実力はまあ1軍クラス近いものは持ってますから、まあ2軍からね、どういった感じで上がっていくかというところですね。で、この三浦投手っていうのは、これ育成の1番、1位のね、ピッチャーですよね。うん。非常にこの、まっすぐのキレがあるというところで、変化球はあんまっていうふうに言ってたんですけども、まっすぐのキレがあるというところで、まあどれだけ1軍に食い込んでいけるのかなっていうふうに、頑張ってもらいたいなというふうに思います。まあ、最有力候補ですよね。育成から上がるね。で、京本っていうのもいいですよね。ローテ、1年間守ってましたから、去年ね。で、吉村、この吉村っていうのはね、非常にいいと思いますね。僕はずっと推してるんですけども、非常にセンスを感じさせるピッチャーだな、というふうに思います。で、ここでルシアーノがね、2軍入ってるんですよね。ルシアーノ、非常に球速くて、まあ、ちょっとコントロールあれなんかな、っていうふうに思うんですけども、まあまあまあ、やってみてって感じですよね。で、伊藤っていうのも、怪我からね、復帰して入ってますね。で、キャッチャー陣は、誠司さんと北と大津というところで、まあ、誠司さんはね、まあもうみんな実力分かってますし、別にその2軍だから、もう終わりとか、なんかその、なんかもう小林終わりやなとか、っていう感じではないのでね。まあ、その、まあ、山瀬を見たいっていうところもあったと思うんですよね。それで、誠司さんが2軍っていう感じね。で、来た大津。まあ、この大津っていうのもね、非常にこう、ウィンターリーグ行ってて期待されてるのかなっていうふうに、個人的には思います。まあ、ショートとかもね、非常に上手いんで、センスのある選手だなというふうに思います。で、内野手見ていくと、増田大輝、若さん、広和、陸、中田。この中田っていう選手もね、秋のキャンプ1軍でしたから、非常にまあ、期待されてるというところで2軍スタートなのかなというふうに思います。で、外野手見ていくと、梶谷さん、しげさん、おこえ、鈴木、ティマ、立岡さん、船越か。これ、ソフトバンクから入ってきたね。足早い子ね。うん。まあ非常にこう、まあこの選手も、まあ育成から、試合外に上がる、有力候補というところで、足を使ってね。まあなかなかこう、足のスペシャリストっていうのが、まあ少なくなってきてる。まあ大、マッスとかもそうなんですけど、まあ、まあ、年もちょっとずつ生き始めてるんで、こういうね、足のスペシャリストっていうところも、まあ、育成ですけども、獲得してるというところなのかなというふうに思います。で、ちょっと3軍見ていきたいんですけども、まあ、3軍ね、まあ、育成の選手がほとんどなんですが、まあ、石田投手っていうのは、僕2軍なのかなっていうふうに思ってたんですけど、3軍ですね。で、まあ、見ていくと、まあ、新入団の選手とかも多いですけども、まあ、この田村っていう投手はね、非常にこう力強いというところで、なんか160キロ近く出すというところを非常に期待したいですよね。まああんまり無理せずに、じっくりね、体作りながらやっていってほしいなと。スケールが大きいんでね。っていうふうに個人的に思いますね。で、まあそうですね。まあ新人の選手とかも多いですね。で、まあ外野手かな。外野手、この笹原選手っていうのは僕非常に勝ってるんですけども、ちょっと3軍スタートっていうところで、ちょっと気になるなというふうに思ってます。ラモスは3軍ですね、ピッチャーね。で、最後、故障班なんですけど、まあ、故障班はこの、6人というところで、小沼。で、花田、これ、鉄ね。鉄は僕、この間まで、岸田のね、自主トレ行ってましたけども、鉄ももともと自主トレ来てたんですよ。鉄と、僕と、岸田で3人でやってたんですけど、まあ、肩が痛いというところで、ね、なかなかあんまり投げれないというところで、3日ぐらいで返したんですよね。自主トレ、はじめ参加してたんですけど、やっぱり肩直した方がいいというところで、この、岸田の自主トレに来ずに、ジャイアンツ球場に行って、
トレーナーさんの治療を受けに行ったっていうところなんで、まあ、1週間、2週間あれば治りますっていうふうに言ってたんですけど、まあ、故障犯からのスタートなんで、やはりね、肩の痛みっていうのは痛かったのかなというふうに思います。で、まあ、浅野くんもね、まあ、故障犯ですよね。まあ、やっぱり、この間の動画でも言いましたけども、今の段階で 70% から 80% というふうに言ってて、あ、多分これ開幕というか、このキャンプ1軍からは絶対無理やろうなというふうに思ってたし、まあ3軍か故障犯やろうなというふうに思ってて、まあ案の定故障犯だったんで、まあ状態はめちゃくちゃ悪いわけではないと思うんですけども、今ね、まあ無理をせずっていうところだと思うんで、まあ故障犯からのスタートっていうところかなというふうに思います。で、この、三つか、かな、これ非常にフルスイングが持ち味のね、いい選手なんですけども、ちょっとね、来季、去年の後半から怪我、膝やったかな、結構大きい怪我して、まだ故障犯っていうのがちょっとね、もったいない、もったいないなというか、まあ見たかったなっていう感じはするんですけども、まあ仕方ないかなっていう風な感じですね。はい、じゃあ今ね、1軍、2軍、3軍見ていきましたけども、まあね、先ほど、前半言いましたけども、やはり新人の選手とか、新戦力の、選手っていうのは、やはり安倍さんがね、直接見たいっていうところがあると思うので、まあ先ほど言った横川であったりとか、まあ春人であったりとか、まあ松井投手とかね、そういったところは、まあ実力は一軍なんだろうけど、一軍なんだけど、新戦力の兼ね合いでね、見たいっていう兼ね合いで、まあ二軍に落としてるのかな、落としてるというか二軍にいるのかなっていう感じがするんで、まああんまりね、まあ誠司さんにしてもそうですけども、その二軍にいるからダメとか、一軍、開幕一軍無理とか、そんなことではないし、実際去年確か、誰だ、中山ライトとかも確か二軍だったと思うんですよ、確か。で、それで一軍ね、ずっと対応してたんで、去年ね。そういったところもあるんで、全然まあ、関係ないことはないですけど、全然巻き返しは全然あるので、入れ替えっていうのは絶対あるんで、そこでね、2軍の選手、3軍の選手は腐らずね、頑張ってもらいたいな、怪我なく、まあ、朝早かったりとか練習量が多かったりしますけども、まあ、肉離れであったりとか、まあ、先ほど言ったように、秋広選手のね、遅刻って言いましたけども、まあ、遅刻とかも、まあ、そういったところをね、気をつけて、1ヶ月間、頑張ってもらいたいなというふうに思います。はい、そんな感じでね、今日はね、1軍、2軍、3軍、故障犯のメンバーを全員見ていきましたけども、まあね、皆さんね、なんでこの選手が2軍なんや、1軍なんやとかいうふうにあると思いますけども、全然巻き返しが可能ですし、その選手が評価されてないからそこにいるっていうわけで、一概にね、全部がそういうわけではないので、ぜひね、まあ、1ヶ月間非常にまあ僕もね、キャンプっていうのは何回か味わってますけども、非常にね、やっぱりユニフォーム着るとですね、自主トレで何本追い込んでても、その初日、2月1日っていうのは、体がこわばるというか張るんですよね、やっぱり。いくらジャージでね、すごく追い込んでても、ユニフォームを着てね、ファンの皆さんにこう、しっかり見られた中で野球をするってか、環境になるとね、強度は、例えば実用の時より落ちてるかもしれないけど、体の張りっていうのは異常に張るんですよ。それぐらい、やはりユニフォームを着て、ファンの方に見られて、そういったところで意識しながらプレーするっていうのは緊張もするだろうし、体も硬直するっていうところがあるので、ね、しっかり、練習終わったらですね、しっかりお風呂入って、抗体浴して、まあ、時には、まあ、トレーナーさんに治療してもらったりとか、自分でセルフ治療したりとかね、いろいろあると思うので、ぜひね、1ヶ月間皆さん頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今日はね、こんな感じで終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。